はい、皆さんこんにちは。いつもアルペンアウトドアーズチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。アルペンアウトドアーズフラッグシップストア福岡春日店のお宅です。今回の動画の内容はキャンプ初心者向けチェアの選び方。キャンプの必需品といえば皆さんテントを思い浮かべる方も多いと思います。まあ、実際にキャンプに行くとこのようにチェアの上で過ごすことが多いと思います。快適なキャンプを楽しむために今回はチェアの選び方のポイントを説明させていただきます。それではどうぞ。アルペンアウトドアチャンネルです。はい、お店の売り場にはこのようにたくさんのチェアが展示されており、どれを選んだらいいか迷いますよね。価格やデザインで購入して後悔することがないよう4つのポイントを説明させていただきます。1つ目のポイントはキャンプスタイル、2つ目は種類収納性、3つ目は用途、4つ目は座り心地になります。次にそれぞれのポイントについて説明させていただきます。はい、1つ目のポイントはキャンプスタイルになります。キャンプスタイルは大きく3つに分かれます。1ハイスタイル、2ロースタイル、3お座敷スタイル。今回はキャンプの定番であるハイスタイル、ロースタイルについてそれぞれの特徴を説明させていただきます。ハイスタイルは座面の高さが40センチから50センチのチェアに約70センチ前後のテーブルを合わせるスタイルです。一般的なご家庭のダイニングテーブルやダイニングチェアのイメージに近く、違和感なく過ごすことができます。メリットは背もたれの角度が直角に近いため立ち上がりやすいです。また座面の高さも高いため立ったり座ったりすることが多い動き回るスタイルにも向いています。デメリットはサイズが大きいため必然的に重量が重くなるものが多いです。また天井の低いテントですと圧迫感を感じやすいため背の高いテントが必要になります。はい、ロースタイルは座面の高さが約30センチのチェアに40センチ前後の高さのテーブルに合わせるスタイルです。地面からの高さが低く天井までの距離があるため圧迫感を感じにくいです。また足を投げ出してゆったりとくつろぐことができるため焚き火との高さの相性もいいです。デメリットは座面が低いため立ち上がりにくいです。腰が痛くなる懸念があります。また背もたれが深く沈み込むタイプは前傾姿勢になりやすく作業や調理がしにくいです。はい、2つ目のポイントは種類です。チェアの種類で座り心地や収納性が変わります。最近の種類は収束型になります。収束型はワンアクションで縦状棒状に収納することができ、収納ケースも付属されているため肩にかけて持ち運ぶことも可能です。また4つの足でしっかりと地面をつかむ形状のため座った時の安定性も比較的高いと言えます。デメリットは座面がやや沈む形状のため少し立ち上がりにくいです。またこのように背もたれが高いハイバック形状のタイプは収納した時に高さが出るため積載スペース、収納スペースの確認が必要になります。はい、次は折りたたみ型になります。折りたため型のチェアは収納した時にこのように薄型の形状になる、ハンドルもついているため持ち運びが楽です。またこのように折れ曲がるパーツが比較的少ないため剛性を出しやすく、座面の張りもしっかりしているため座った時の安定感や立ち上がりも比較的楽です。デメリットはコールマンのディレクタータイプのチェアのように大型のモデルは薄くはなるんですが幅と高さがあるためかなりかさばります。はい、次は折りたたみ式になります。折りたたみ式のチェアは軽量かつコンパクトで収納サイズもかなり小さく、ソロキャンプやツーリングキャンプに向いていると言えます。組み立てが面倒だと思われる方も多いと思いますが、最近のモデルは慣れると組み立てもかなり楽です。座面の形状が1枚なのでハンモックのようにお尻がすっぽり収まるためかなりくつろいで座ることができます。
その反面腰が深く沈み込む構造になりますので、やや立ち上がりにくいです。また軽量かつコンパクトな構造のため、座った時に多少ぐらつきが発生します。はい、3つ目のポイントはチェアの用途です。チェアを主に調理や焚き火などの作業用で使うのか、それともリラックスしてゆったりくつろぐために使うのか、用途に応じてチェアを選ぶ必要もあります。作業メインで使うのであれば、コンパクトチェアや組み立て式チェアは前傾姿勢になりやすく、腰に負担もかかるため長時間の作業には不向きといいます。一方、こちらのスノーピークのローチェア30ですと、背もたれの角度が比較的直角に近く、座面も地面に対して平行に近いため、座って少し体を前に傾けるだけで正体の姿勢となり、長時間の作業も比較的苦になりにくいです。はい、作業用に対してリラックスしてゆったりくつろぐのであれば、リクライニングチェアがおすすめです。こちらのチェアはサウナでもよく見かけるコールマンのインフィニティチェアになります。インフィニティチェアの特徴は何といっても、このように無段階でリクライニングすることができますので、まるで雲の上に浮かんでいるようなリラックスした姿勢でゆったりとくつろぐことができます。またこのようにお好みの角度で固定することもできますので、ご自宅等でのご利用もおすすめです。価格もお買い求めやすくなってますので、当店一押しのリラックスチェアになります。はい、4つ目のポイントは座り心地になります。最初は価格や好きなメーカー等で選びがちですが、体格や骨格であったり、先ほど説明した3つのポイントによっては好みの特性も分かれると思います。店頭にはチェアの見本が展示されていますので、できれば5分程度座っていただくと、足の当たり具合や座面の沈み込み具合、手もたれのフィット感など座り心地が体感できますので、自分の好みや体格に合ったチェアを選びやすくなると思います。今回紹介しましたポイント以外にも、重量やフレーム素材の違い、またお座敷スタイルのチェアやお子様向けのチェアもございますので、ぜひお近くの店舗に足をお伺いいただき、スタッフにお問い合わせいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画の内容が少しでも役に立ったとご評価いただければ、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また今回紹介したポイント、チェア以外にもおすすめのチェア、おすすめのポイントがあれば、コメント欄にて教えていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。